それでは修理の続きをご覧いただきます。一通りメンテナンスが終わりましたが、レバースイッチの並びがガタガタでした。このままではアンプの価値を損ないます。パネルを取り外してスイッチのネジを一度緩めます。きれいに並ぶ組み合わせを探ります。だいたいまっすぐになりましたが、もうちょっとです。調整しきれないズレを削りで修正します。これでほぼ一直線に並びました。よく見ると色が違います。これは日焼けの違いです。色が濃いものは下側を向いていたのでしょう。これ以上いじれないので塗装で色を揃えます。同じ色を作って塗装します。これでいいでしょう。残りのつまみを塗装します。
割れてしまったつまみを熱に強いアルミに変えます。結果を確認します。ボリュームにガリはありません。ロータリースイッチも完全です。レバースイッチも問題ありません。トーンコントロールも OK です。これで元の状態を復元できました。素晴らしい外観です。商品価値も復元完了です。このアンプは発売から50年過ぎています。これだけ古いと電気接点が真っ黒な酸化皮膜に覆われてしまうようです。これを復旧させるにはバラバラに分解して物理研磨するしかありませんでした。環球式の多くは空中配線です。スイッチをメンテナンスしようと思ったら配線を外さないといけませんから大変です。この様子からすると現存する中古はほとんどがジャンクです。メンテナンス済みといっても接点を分解研磨していないものは問題があると見て間違いないでしょう。次回はこのアンプを測定して50年前の性能を明らかにしていきます。